あの夜僕たち達吉ファンは悪い夢を見ていたんではないかと自分たちの目を疑ったほどでした必死の思いで再び掴んだ栄光が指の間からすり落ちるようなそんな恐ろしさを感じながら僕たちは僕たちのヒーローの 王座陥落を目の当たりにせねばならなかったのでした。 心地よいほどの緊張をにじませている達吉の表情このチャンピオンの風格に僕は勝利を信じてやまなかったのですそしてついに試合が始まります立ち上がり 達吉の攻撃ウィラポンが容易には打ち込めないんだという雰囲気が漂っていますジャブの付き合いではウィラポンも決して負けてはいないのですがこの達吉のプレッシャーウィラポンも相当警戒しているように一ラウンドは見えました ここでは達吉はウィラポのジャブを確実に外していますこの時点でのジャブの付き合いでは確実に達吉がペースを掴んでいるように見えます達吉のジャブは当たってもウィラポのジャブはあまり当たってないそんな感じですと言っている隙にここで初めてウィラポンのジャブが当たります そして辰吉もここから右から左へのフックを踏み込んで打ちます。ですが辰吉もウェラポンの反撃を警戒しています。数は多くないのですが、ウェラポンのジャムが何回か当たっています。そこで辰吉の警戒度も少し上がってきているというのがこの辺あたりから見えるのです。 後にこの辰吉が打った後のタイミングで入れるウィラポンのジャブがかなりうるさくなってくるんですただこの時点では地元判定ということもあり1ラウンドは辰吉が取ったと言ってもおかしくないでしょうしかし1ラウンド後半はウィラポンも少しペースをつかみかけているように見えます こんなタイミングでのウィラポンのパンチが少しずつ少しずつ当たるようになるのですシリモンコン戦ではストレートのようなシリモンコンの左ジャブを受けても受けても前進していったタツヨですこれも僕は戦術だと思ってました一ラウンドが終わった後のスローモーションウィラポンの右から左を結構まともに食らうタツヨ リーチでは約六センチ、達雄氏が上回っています。そして二ラウンドが始まり、達雄氏はより決定的にこのラウンドを取るためにアグレッシブに前に出ます。そしてウィラポンもそれに真っ向から応戦します。そして僕はこの時気づいたんです。ウィラポンのパンチを放す時の立ち位置が微妙に変則的だ。 と感じましたウィラポンのパンチが当たるときは微妙にタツヨの左目の外側であるということに気づいたんですタツヨはウィラポンのこのように右から左へ流れるパンチにはヘッドスリップして 攻撃を加えることができるんですところがこういう左立吉の打った後に立吉の左目を流れるように放たれるジャブを立吉は何度も受けますこういったモーションで裏ポンは そういうパンチを放つのを狙っているんですこれは後に辰吉が話していたことなんですが2回の眼室で自分の左目の視野が狭まってしまったということをトローしていましたウィラポンは何らかの形でそれを読み切っていたのでしょうそれでもこのラウンドは辰吉のアグレッシブさが目立ったラウンドでした 辰吉も上体を振ってヘッドスリップで避けているようには見えるんですが、要所要してウィラポンの左を受けてしまっています。そういったわけで、このラウンドは優勢に立っていてもペースをつかめきれなかったというのが実際のところでしょう。ウィラポンは確実に辰吉が打った後に左を当てていってます。 この試合全般を通してなのですが辰吉はパンチを当てているのですがダメージを与えているのかという疑問が僕の頭の中に浮かびました初期の辰吉にはハードパンチャーというイメージがありましたしかしながら辰吉は速い連打で相手を倒すボクサーです特に薬師寺戦で顕著になった拳への負傷 いつしか達吉のパンチ力は以前よりも衰えていたのではないかとそれが故に連打で圧倒するスタイルへの傾倒があったのではないかと思います第3ラウンド開始早々にレフリーが試合を止めウェラポンの顔にワセリンがつきすぎていると注意をしますこのラウンドから達吉が攻撃を仕掛けた後に当たる ウィラポンのジャブが非常に顕著になってくるんです。そしてそのダメージが少しずつ蓄積されていくのが見えてきます。ウィラポンの体格を見れば少しわかるのですが、ウィラポンはなかなかの強打者のようです。そしてウィラポンのこのワンツー非常に 変則的なタイミングで右を打っていきますおそらくウィラポンはタイミングを取るのが非常にうまいようですこのあたりは相打ちのタイミングでジャブを立吉に当てていっています この辺りからジャブの付き合いで形勢はウィラポンの方に流れていってるようになりましたそしてウィラポンのパンチが当たるたびに達チョの動きが少しずつ鈍くなっていくのですこの辺りは少しよろけてるようにも見える達ツヨ徐々に徐々にですが 立ち寄しのパンチが当たらなくなってきます3ラウンドからのリプレイまともにパンチを受けて腰が落ちます形勢が不利に陥っていることを指しているのか なぜか悲壮感を感じる映像ですそして第四ラウンドこのラウンドで形成は確実にウィラポンの方に流れていくのがはっきりと見えますウィラポンのクリーンヒットが目立つようになりますこの左が当たった時脱押しの口から鮮血が流れ始めます そして辰嘉もパンチを繰り出しペースをつかみ返そうとするのですが有効打を当てることができませんこの頃になるとウィラポンの上下の内訳もかなり巧妙に決まるようになってきますそしてこのゴツゴツとボディーへの連打が効いているのか辰嘉は動きを鈍くさせます そしてこの右から左へのパンチもウィラポンの得意とするところですこの4ラウンド終盤の攻防はまさしく次のラウンドのプレリュードとなっていくのです前のインターバルから吉井会長が辰吉の左目上を必要に冷やしますこの試合の後辰吉は実は 左目網膜の強化手術を受けています僕はこの試合中に立吉は何らかの左目の異常を感じていたのではないかと勘ぐってしまいますそしてグラウンドが始まります解説のファイティング原田氏が立吉は左から後が続かないということを指摘し始めます 時折ウィラポンが見せるノーモンンションのパンチそしてそのパンチが入ると力の入った速いコンビネーションを打ち込むウィラポンウィラポンの変則的なこうした攻撃に達郎氏は徐々に徐々に対応ができなくなってきますそのノーモーションでも強いパンチ あるいは相打ちのように合わせてくるジャブ立吉はその攻撃に全く対応ができなくなってきましたこのウィラポンの変則的な攻撃から受けるダメージが立吉に蓄積されていくのがこのラウンドで徐々に明らかになってくるんです立吉の攻撃はどうしてもジャブで止まってしまいます ウィラポンがその先の攻撃をすべて封じ込めているのですウィラポンは一発打つとその後すぐに体を動かし立吉のパンチの射程距離から外れるということを繰り返しているのですこの第5ラウンドからウィラポンの攻撃の方が目立つように なってくるのでナト男氏はこのウィラポンの巧妙なテクニックの前に有効打を決めることができません。 そして悪夢の6ラウンドが始まるのですここでゴツゴツとあの重いウィラポンのボディ攻撃を受けるとタチヨシはさすがに後ずさりをしてしまいますウィラポンの強い左のリードブローがタチヨシの右顔面を何度も捉えます 達吉の攻撃は完全に封じ込められているような感じでしたウィラボルの狙いしました達吉の左目への攻撃達吉の攻撃は単調になりそして完全に封じ込められ自分が完全に劣勢に回ってるという認識があったのではないかと感じてしまいました今こうしてみるとこの ウィラポンの強いリードブローは終焉への序曲にも見えてなりませんこの時点では無残なまでにも正確なウィラポンの冷酷な攻撃ばかりが目立って見えるようになりました達嘉がこうやって体を動かし少し距離を取っているのはセコンドの声がまだ聞こえていたんでしょうか ここでこうして一発ジャブが決まるのですがまた打ち返されポイントとして有効には取られないようなふうに見えるようにもなりました辰吉もまだまだ中盤に差し掛かってもなんとかペースを取り戻そうという動きはあるのですがやはりこの強い右でそれを封じ込められてしまいまます。そして達吉はまた同じパンチを食らいます。 この右を当ててからウィロポンの攻撃パターンが変わりますウィロポンがフィニッシュの時に使っている上下への打ち分けが現れますそしてこの右を打った後の左のフックでダウンを奪います達吉はすぐに立ち上がりセコンドへ目くせをしながらファイティング坊主を取ります そしてウィラポンの先みなぎるフィニッシュへの連打まるでウィラポンは殺しいたぶるように何発もパンチを辰吉に打ち込みます辰吉はまるでもう意識がないのに宙を舞っているようにさえも見えましたレフリーが止める寸前に入ったウィラポンの右が をマットに沈めました僕らのチャンピオンの視神経を負けとても信じがたい光景でしたそしてなぜかこの画面の観客席が灰色に見えるのはとても僕には偶然には思えなかったあのウェラポン陣営のこの歓喜の様は非常に対照的でしたこの 灰色に見える観客の目の前に鮮やかな色合いの大国旗が待っているのが悔しくさえありましたそしてあの鉄面皮のウィラポンが大国王の写真を掲げて感情をあらわにして叫ぶのでした 長い年月を待ってこのチャンスをものにしたウィラポンの王座返り咲きに酔いしれる瞬間でしたそしてやっと意識を取り戻した辰嘉大阪での親代わりのようだった大阪定験事務吉井会長に抱きかかえられる辰嘉 あの1年前3度目の王座返り咲きの時に抱き合った2人のあの光景とは全く対照的な光景となってしまいましたそしてこの瞬間達成しなあの緑の WBC のベルトはウィラポンの腰に巻かれるのでした そして辰氏の口の動きから察するに辰氏は何ラウンドに自分が倒されたのか何のパンチで倒されたのかそして自分は何も覚えてないなどそういったことを語っているように見えましたフィニッシュの瞬間のスローモーション 達吉の攻撃は完全に封じ込められウィラポンの殺人的パンチが何発も辰吉に打ち込まれている瞬間です。 そして達吉はこの後リベンジを決心します。